札幌ドームからお伝えしてまいります。北海道日本ハムファイターズ対東北楽天ゴールデンイーグルスのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さんは現役時代数多くのピッチャーと対戦されたわけですが、苦手なピッチャーのタイプというのはいたんですか？やっぱりね、シュートピッチャーというのは苦手でしたね。なるほどね。まずはファイターズの先発上沢が札幌ドームのマウンドに上がります。どう立ち向かっていくのか注目です。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね。どうやって突破口を開くのかっていうのは、楽しみに見たいと思いますね。はい、そうですね。そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。緩いボール空振り、ノーボール2ストライクです。次が3球目、インサイド落ちました。これはどうか、ピッチャーが取る、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている鈴木、まずはワンアウトを取っています。高めの変化球から入りました。外に決まりました。ノーボール2ストライク、変化球空振り。バッターボックスには3番ブラッシュ、ツーアウトランナーありません。初球大きく外れています。打った、センターに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンター深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁。さあ、そしてバッターボックスには浅村が入っています。さあ、得点圏には先制のランナー、先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですね。この場面で初球から自信を持ってストライクを取ってきましたからね、さすがですね。そうですか。ファウルです。空振り三振、ここは投げ勝ちました。なんとかここで食い止めました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。先制のチャンスがあったイーグルスですが、そのチャンスを生かせませんでした。1回の裏、これからファイターズの攻撃が始まります。ファイターズはご覧のようなオーダーとなっています。一方、守りますイーグルスはご覧のような守備陣です。イーグルス、マウンドに上がるのは先発の涌井。さあ、ファイターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは西川、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球見送っています。2球目打ちました。ここは打ち上げています。ファーストが落下点に入ります。掘ってワンアウトです。バッターは2番に入っている太田。涌井、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上、涌井、そしてキャッチャーは太田。このバッテリーをファイターズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね。その打線は機能してくるんでしょう。これもファウル、ノーボール2ストライクです。打ちました、またファウル。内への変化球は決まりません。バッター、高いバウンド、サード取った、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。
バッターボックスには指名打者の近藤、ヒットでランナーを一塁に置いています。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打ちました。取った。セカンド送球アウト。ここは送球が間に合い二塁フォースアウト。バッターは4番中田。ゲッツー崩れでランナー残りました。アウトコース決まってストライク。2球目も決まります。まあ今のはよく見ましたよね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。ボールになります。これでフルカウント。そうですね、バッターをね意識しすぎたかも。真ん中打ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。打ちました。ファースト弾く。ボールを拾って一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。2回表に入ります。イーグルスの攻撃、バッターは DH ロメロ。ファイターズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあバッターもまだ様子見ている段階でしょうからね、はい、2巡目以降どう抑えていくかでしょうね。なるほど。さあここからどう抑えていくかも注目です。見逃して三振になります。まず一つアウトを取りました。打席には6番バッター銀次。上沢はまずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球狙って空振りです。真ん中へ、あっという間に2ストライクです。真ん中打ちました。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には島内が入ります。彼はこういった場面では警戒すべきバッターですね。さあ先制を防げるかという場面。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですよね。次はしっかりと厳しいところにコントロールしていきたいですよね。なるほど。さあどう来るか。落としてきましたがこれは外れます。このピンチ見事三振を奪いました。打ちました、流しました。これは三遊間抜ける、バックホームする、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。イーグルス1点を先制しました。レフト前へのタイムリーヒット、1対0ファイターズ、なおもピンチです。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。ここでタイムリー、先制点を奪われました。さあそしてバッターボックスには太田が入っています。さあなおもピンチが続きます。まあ勢いづかせると厄介ですから、ここは無失点で切り抜けないといけませんよね。なるほど、そうですね。ノーボール2ストライクです。打ちました。ファーストを取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回イーグルス先に点を取りました。1対0イーグルス先制です。2回の裏になります。追いかけるファイターズの攻撃、バッターは5番ワンボーロン。ファイターズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。高めの球ストライクになります。ワンボールツーストライクと追い込みました。見逃して三振です。ワンアウトです。打順は6番渡辺。涌井、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました、ヒットになった。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは7番に入っているイアヌエバ。ファイターズ同点のランナーが出ています。初球は何で来るか、
初球手を出してきません。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている鶴岡。ツーアウトランナー1塁です。初球ストライク、ファウルになります。3球目は何で来るか、おっつけて打ちました。さあどうだ、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは2塁到達、チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー3塁2塁。さあそして打席には中島が入ります。さあ逆転のチャンスを迎えています。まあ序盤のうちに一気にひっくり返してしまいたいところですね。なるほど、そうですよね。これが3球目、大きく枠を外してきます。変化球打った、ボテボテのピッチャーゴロ、取った、一塁アウト、これで3アウト。ファイターズ2者残塁です。ため息に包まれた札幌ドーム、2回終わって1対0、1点リードはイーグルスです。里崎さん、立ち上がりに攻められてしまいました。今日は本調子ではなさそうに見えますが、いかがでしょうか。まあただベンチとしては最低5回までは投げてほしいと思ってるでしょうね。そうですよね。痛烈、ショートの横抜けた、一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達、先頭バッターを出してしまいました。さあそしてバッターボックスには鈴木が入っています。さあ追加点は許したくないところ、まだ序盤ですが、あまり離されると厳しくなりますから、ここはしっかり抑えたいですね。なるほど、そうですね。痛烈、これはどうか、セカンドの左抜ける、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。イーグルス1点追加します。2対0になりました。ファイターズなおもピンチです。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあキャッチャーはね、別の構造を要求してたんですけどもね。この序盤戦さらにリードを奪われます。さあそして打席にはブラッシュが入ります。さあなおもピンチの場面、まあ勢いづかせると厄介ですから、ここは無失点で切り抜けないといけませんよね。なるほど、そうですよね。この球は、外れました。打ちました、切れていきます、ファウル、アウトコース外れます。フォアボールのランナーを出しました。まあ怖いバッターなんで、ここはゴロを出したいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。里崎さん、長打を防ぐようなリードというのはあるんですか。まあとにかく長打を防ぐためには低めですよね。ストレートも変化球も低めを徹底して投げていきたいですね。なるほど、そういうリードになるんでしょうか。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。まず一つアウトを取りました。さあそしてバッターボックスにはロメロが入っています。さあワンアウトになりましたが、ピンチは続きます。まあここはこのまましのぎ切って味方の反撃を待ちたいですよね。引っ張った、ビアヌエバ二塁送球、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で見事ダブルプレーに仕留めました。ここをゲッツーで仕留めたというのは大きいと思いますね。しかしこの回イーグルス1点を追加しています。2対0、楽天イーグルスのリード広がっています。西さん、早い段階で先制を許しているわけですが、序盤3回です。まだ選手たちに焦りというのはないんでしょうか。どうですか。いやいや、まだね、あの序盤ですから選手たちはね。インサイド落ちました、ヒットになった、先頭バッター出ました。ファイターズノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは2番太田。いやー、先走ってきた、キャッチャー送球して盗塁成功、見事に盗塁を決めた場面です。いやー、さすがという走塁でしたね。空振り、これは速球に負けました。アウトコースストライク、ワンボールツーストライクです。外のボール打った、これは大きい、この打球は落ちそうだ、レフト線フェアだ、長打コース、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、ファイターズ1点返しました。2対1になりました。
1点差に迫りました。期待を裏切らないバッティングでした。点差を縮めます。いや、ここでね、一気に攻めたいですね。ここで得点が入りました。バッターボックスには3番近藤。ファイターズこの回1点を返しています。さあ1点を追いかけ、なおも一打同点のチャンスです。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。さあここもつないでいけるか。この打球はスタンドに入ります。インコースを厳しく攻めます。これは見送ってボール。外のボール打った。ここはフライになっています。センターフライ掴んでアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあそして打席には中田が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。ここはしっかり得点して同点にしておきたいですね。アウト取れない。バッテリーエラーが出ました。ボールを拾ってワンアウトランナー三塁です。ランナーうまく進みましたね。はい、これで外野フライでも同点ということ。レフトへ。さあサードランナーはどうする。さあ同点のランナーがスタートする。サードランナーがホームに帰っていきました。中田きっちりと犠牲フライを決めました。振り出しに戻りました。さあご覧いただきましょう。犠牲フライで同点に持ち込みました。インコース決まっています。見ましたがこれはストライク。ノーボールツーストライク。3球目打ちました。一気に右中間へ。ランナー出ました。日本ハムファイターズです。ツーアウトランナー一塁。バッターボックス渡辺。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。しかしこの回ファイターズ貴重な得点が入りました。3回終わって2対2ファイターズ同点に追いつきました。4回の表イーグルスの攻撃。バッターは6番銀次。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ファイターズ同点で迎える4回です。さあ里崎さん、この後のピッチング、どのようなところに注目しましょう。そうですね、空振り三振。ワンアウトです。バッターは7番島内。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね。噂はまずは先頭バッターを三振に仕留めています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね、やはりストライク先行で早めに追い込みたいですよね。なるほど、そうですか。2球目打ちました。この当たりはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。2塁へ送球する。バッターランナーは2塁まで進みました。甘い球を狙われました。ツーベースヒットとされています。ちょっと中途半端な感じになりましたよね。さあそしてバッターボックスには太田が入っています。さあ勝ち越しは防ぎたい場面です。ここは我慢のしどころですね。しのいで流れを呼び込みたいですね。なるほど。打った、抜けた。セカンドランナー帰れば勝ち越し。勝ち越しのランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン。イーグルス勝ち越しました。3対2ファイターズリードを奪われてしまいました。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。ちょっとサイン通りの投球ではなかったですよね。このゲーム中盤、ここでリードを奪われます。打順はトップに帰って辰巳。さっきはツーベースを打たれましたからね。ええ、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいです。打ちました、流しました。打球はレフトへ。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回イーグルス貴重な得点が入りました。3対2イーグルスが1点リードとなりました。日本ハムファイターズ4回裏の攻撃になります。ビアヌエバがバッターボックスに入ります。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。
ファイターズ1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところ。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは8番鶴岡。いや、さっきのツーベースは見事でしたね。ここも思い切っていってほしいですね。期待しましょう。涌井、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打順は9番中島。先ほどの打席は逆転のチャンスだったんですが、ピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4回終わって3-2、イーグルスが1点をリードしています。里崎さん、ベンチとしてはそろそろリリーフも考えているでしょうね。まあそうですね、当然この後の継投のことを考えているでしょうね。初球打ち、これはどうだ、破りました、センター前。これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。ご覧いただいています、これはピッチャー不用意でした。ちょっと中途半端な感じになりましたよね。3番バッターブラッシュ、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーはファイターズが上沢、そしてイーグルスが涌井、この2人の投げ合いとなって2球目打ちました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁一塁。ご覧いただいています、これはピッチャー不用意でした。ちょっと中途半端な感じになりましたよね。さあファイターズ、得点圏にランナーを背負った場面です。こういうところでの無駄な失点はしたくないですからね。集中していきたいですよ。なるほど、そうですね。さあ強烈、センター見上げるだけ、入った、ホームラン、浅村スリーランホームラン。ファイターズその差を4点に広げられる重い一発となりました。真ん中に入ってしまったストレート、弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。その際4点、大きくリードされました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。点が入りました。リードを広げられています。バッターボックスには指名打者のロメロ。先ほどの打席はサードゴロ、併殺打となってしまいました。打ちました、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてボールはそのままフェンスに直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4連打、ノーアウトランナー二塁です。まず何を投げてくるか。まず初球しっかりと見極めました。インコース低めのストライク。さあ3球目は何か。変化球を狙ってたんでしょうかね。そうですね。インコース詰まりました。ここはフライになっています。ピッチャーが落下点に入ります。上沢が抑えています。ワンアウト。さあそして打席には島内が入ります。さあワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあこのまま抑え切って攻撃陣の奮起につなげたいですね。なるほど、そうですよね。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。まあ相手の早打ちに助けられましたよね。まあ点差を広げられないようにきっちり抑えておきたいですね。そうですね。さあこの場面で打席には8番の茂木が入っています。低めの変化球見送りましたがストライクです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。打ちました、ショートうまくさばいて一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回イーグルススリーランホームランで追加点を挙げています。6-2、楽天イーグルスのリード広がっています。西さん、点差を離されてしまっているわけですが、その分つけ入る隙というのも生まれるかと思うんですが、いかがでしょう。いや、そうですね、諦めないでね、バッター陣は自分たちのバッティングというものを。インサイド、打球はセンターへ、この打球はフライになっています。センターが取りました。バッターボックス太田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まずはワンアウトを取っています。キャッチャーが構えます。
ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターは DH 近藤。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。2アウトになっています。この回のファイターズ打線ですが、たった3球で2アウトになっています。まあ、積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどね。はい、そうですよ。打ちました。ショート取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって6対2、楽天イーグルスがリードしています。ここまでのハイライトです。まずは1回の表、ランナーを2塁に背負いましたが、しかしバットには当てさせません。先制のピンチをしのぎます。2回の表、一打先制のピンチ、8番茂木、初球を叩いてタイムリー。ファイターズ先制点を奪われます。裏の攻撃、得点圏に2人ランナーを置いて、しかしここは内野ゴロ、逆転のチャンスを逃します。3回の表、ノーアウトで2塁にランナーを置いて2番鈴木、右中間へのタイムリーヒット。ファイターズ1点を追加されます。しかしファイターズすぐさま反撃、ノーアウト二塁の場面、2番バッター太田、追い込まれてからのタイムリー。ファイターズ1点を返します。続く攻撃、1打同点のチャンス、迎えるは4番中田、ここで犠牲フライ、ファイターズ同点としました。しかしイーグルス負けていません。勝ち越しのピンチ、9番太田、センターへ運ぶタイムリー。ファイターズここで勝ち越されます。5回、ノーアウト1、2塁のピンチ、4番浅村、2球目しっかりと捉えました。ファイターズ3点を追加されます。バッターボックスは9番太田。さっきはフォーク打たれたんでね、ここはリードのパターン変えてくるかもしれませんね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。インハイ決まります。147キロ、ファウルになります。次が4球目、高めのボール、これはどうか、噂はアウト、ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター辰巳、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。噂はまずは先頭バッターを打ち取っています。これでマルチヒット、ワンアウトランナー1塁です。打順は2番鈴木、先ほどの打席はセンターへ、ランナースタート、キャッチャー2塁送球する、セーフ、盗塁成功。痛いですよね、ここは得点圏に進めたくなかった。打ちました、これはどうだ、ショートの左抜けました。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、イーグルス1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、7対2、ファイターズもうこれ以上点はやれません。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、選球眼のあるバッターなんでね、不利な初球打ち、これはどうか、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、イーグルス1点追加します。8対2、ファイターズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは4番浅村。まあファイターズとしてはここはビシッと抑えて反撃につなげたいですよね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。次が3球目、高めに来た変化球ですが空振りです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。
バッターボックスには指名打者のロメロ。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナー二塁です。これは足元への変化球。3球目は何で来るか。落としていきましたがこれは外れます。打ちました。いい打球だ。レフトが追いかける。ぐんぐんだ。そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン。ファイターズ痛い一発を浴びています。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。ファイターズ追加点を許します。10対2。ここで一発を浴びてしまいました。打席には6番バッター銀次。イーグルスこの回7人目のバッターになります。大きな変化球決まりました。打ちました。レフトの前に落ちました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。ここは当然という交代でしょうか。ファイターズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の堀。打席には7番バッター島内。今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。外のボールに手を出しました。あっという間に2ストライクです。低めボール。打ちました。痛烈。わずかに右に切りました。ファールボール。ワンボールツーストライクです。見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。しかしこの回イーグルス4点を追加しています。10対2。楽天イーグルスのリード広がっています。6回の裏。さあファイターズこの回は4番から始まります。バッターは中田。先ほどの打席で一時同点となる犠牲フライを放っています。ファイターズ点差が離された6回の攻撃です。ヒットになった。中田、これが自身本日の初ヒットになる。初球は際どいところに来ました。ストライクです。この球は落としましたが決まりません。変化球空振り。ワンアウトです。打順は6番渡辺。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。打ちました。高いバウンド。ショート前に来る。茂木二塁アウト。打順は7番ビアヌエバ。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ゲッツー崩れでランナー残りました。痛烈。ここもファールです。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがファイターズ得点には至りませんでした。6回終了10対2。イーグルス大量リードしています。里崎さん、点差的には少し厳しい状況になってきましたがいかがですか。まあ確かに今日の試合は厳しい内容ですよね。まあなかなか返すのは難しいですけど打線の奮起に期待ですよね。そうですよね。まずは1点ずつ返してほしいところです。アウトコース見送っています。4球目は何で来るか。見逃し三振。まず1つアウトを取りました。バッターボックスには9番太田。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。初球打ち。初球から積極的に行きましたが先頭打ちました。ヒットになりました。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスには2番鈴木。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい。さあここはやり返すことができるんでしょうか。打ちました。サード弾く。それを拾って一塁送球します。これで4打席連続のヒット。ツーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは3番ブラッシュ。まあファイターズとしてはリードされて厳しい状況ですけどここをしっかり抑えて諦めない姿勢を見せる。真ん中打ちました。さあどうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。
ファーストランナーもホームイン。イーグルスが突き放します。12対2。バッターボックス浅村、打ちました。ボテボテ堀、一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回イーグルス2点を追加しています。12対2。楽天イーグルスのリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブン、ファイターズの攻撃に入ります。西さん、まだ3回ありますんで1点でも多く返しておきたいところですよね。いやもちろんですね、この辺でね弱気になったらいけないですよ。最後まで諦めたらいけないです。踏ん張りに期待しましょう。ボールになります。ワンボールツーストライク、5球目は何で来るか。打った、取りました。ワンアウト。9番バッター中島、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは積極的にいってほしいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。落としました。外れます。変化球空振り。打順はトップに帰って西川、今日は盗塁を決めています。2アウトランナーありません。バントしました。取りました。3アウトチェンジ。この回ファイターズ三者凡退です。7回終わって12対2、イーグルス大量リードしています。8回の表イーグルスの攻撃、バッターは DH ロメロ、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、ファイターズ厳しい展開で8回を迎えました。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあそうですね、気持ちを切らすことなくいってほしいですね。まだまだ諦め、初球は何から入ってくるか。三遊間、中島掴んで2アウトになりました。バッターボックスには7番島内、今日はまだ当たりがありません。まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。そうですね。2アウトランナーありません。バッターボックスには代打の下鶴、ここでリードを広げたいですね。これはファーストゴロ、中田取って一塁アウトで3アウトチェンジです。この回イーグルス3人で攻撃を終えています。12対2、イーグルス大量リードしています。8回の裏、追いかけるファイターズの攻撃、バッターは2番太田、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ファイターズ点差が離されて8回の攻撃を迎えます。イーグルスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の酒井。際どいコースに送ってストライク、ファウルになります。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の近藤、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。打ちました。伸びていく、ここは打ち上げています。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。近藤、初球大きな変化球がいいところに決まります。打ちました。この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、1点返しました日本ハムファイターズ。バッターボックスは5番ワンボーロン、最初は変化球できました。アウトコース見送ってストライクです。
ボールになります。よく見極めましたね。外れてフォアボール。得点圏にランナーを進めています。さあまず1球目、まずはストライク。いいコースに投げてきました。ストライクを先行させていきます。打ちました。このチャンス打ち上げてしまいました。インフィールドフライで2アウト。7番バッタービアヌエーバ、今日は3打席全て三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。2アウトになっています。このチャンスの場面空振り三振です。3アウトチェンジ。しかしこの回ファイターズ点差を縮めていきます。8回終わって12対3、ファイターズが得点を入れています。ファイターズこれから9回イーグルスの攻撃です。そしてファイターズはピッチャーが変わります。ロドリゲスが3番手としてマウンドに上がります。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけませんよ。そうですね、いい形で攻撃につなげたいところです。ボールになります。真ん中打ちました。これはどうか、センターに抜けました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは9番太田。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席は打ちました。高いバウンド取った、1塁へ、アウト。ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター辰巳。まあファイターズとしては大きくリードされて厳しい状況ではありますけど、これも初球打ち抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。バックホームする、レフト前ヒット。これで ファウルになります。ワンストライクです。変化球打った、高いバウンドになった。ファーストが抑えた。一塁アウト。イーグルス追加点を挙げました。13対3。ファイターズさらにピンチが続き、バッターボックスブラッシュ。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ここは空振りで三振を取ります。3アウトチェンジ。しかしこの回イーグルス1点を追加しています。13対3。楽天イーグルスのリード広がっています。9回の裏ファイターズの攻撃です。そしてイーグルスはピッチャーが変わります。背番号22牧田が3番手としてコールされています。西さん、野球は9回2アウトからというふうに言いますし、何が起こるかまだ分かりませんよね。いや当然ですね、3つ目のアウトが取られるまで絶対に諦めちゃいけません。そうですよね、野球は最後まで分かりません。インドを見送っています。低めの球、2ボール2ストライクです。打ちました。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックス中島、今日はまだ当たりがありません。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。2球目打ちました。ここは打ち上げています。サードが構えます。取ってツーアウトです。打順はトップに帰って西川、今日は盗塁が1つあります。ツーアウトになっています。当然凡退するとここで試合は終わります。まあそうですね、やっぱりインサイド落ちました。センターへ抜ける。これでマルチヒット。ツーアウトランナー1塁。打席には2番バッター太田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。アウトコースファウル、アウトコース外れました。3ボール2ストライク、外れてフォアボール。得点圏にランナーを進めています。
まずは簡単にストライクが来ました。いいまっすぐですね。はい、外のボール打った。この打球はフライになっています。最後は外野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了です。残念ながら日本ハムファイターズ敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替えられるといったこともあるかもしれませんね。まあただね、やはりね、反省点は非常に多いと思いますね。ですからこの負けをぜひ次に生かしてほしいですね。勝ったイーグルス、大量点を取って大勝ということになりました。一方のファイターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはファイターズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで札幌ドームから失礼いたします。本日は最後までご観戦いただきまして